高麗神社将軍票、高麗山聖天人、将落寺将軍票、将軍票とは、北朝鮮、韓国の村楽に見られる、魔除けのための境界票。第二次世界大戦前までは、女魔将軍票と称され、略称の将軍票も用いられていた。かつての朝鮮半島では、疾病や災難をもたらす、鬼神信仰があり、その魔除けのための木星票を、村楽の入り口に設置していた。 異療省の人面のもとに漢字が刻まれた木柱がバラバラに設置されていたが、現在の日本国内に設置されているものは天下大将軍、地下女将軍と刻まれ、男女の印が体になったものとなっている。近年の朝鮮語でチャン軍ょというが、別の表現ではチャンスンとも言う。関東に鳥が止まった新館を沿って人面を掘った新木をチャンスンと言う。 鳥は天地を往来して、神の使いをすると信じられて神格化され、神木には人面を掘って人格進化したという。日本における将軍表は埼玉県日高市の高麗神社のものが有名である。同じく、日高市の聖天院、西部池袋線高麗駅前にもある。さらに、東京都西多摩郡日の出町の東高院明剣宮にもある。 妙剣宮霊大祭には韓国舞踊が奉納される。ありがとうございます。